フライング・チルダーズ、フライング・チルダーズ、また、ワタンに、チルダーズ、チルダーズ、もしくはデボンシャー・チルダーズデボンシャー・チルダーズ、1714年から1741年は、イギリスの競争馬、シュボバ。近代競馬における、最初の名馬とも言うべき馬で、18世紀3名馬の一頭に、数えられている。全王塔に、エクリプスの三大頭、バートレット・チルダーズがいる。 名前は、レオナルド・チルダーズの持ち馬ということで、チルダーズと呼ばれたが、後に、デボンシャー公爵の手に渡り、デボンシャー・チルダーズとも呼ばれるようになった。また、飛ぶように速いという意味で、フライング・チルダーズとも呼ばれ、現在ではこの名称が最も有名となっている。百七十二年以降、ドンカスター競馬場にて、フライング・チルダーズを記念する、フライング・チルダーズ・ステークス。 ハロン、ジーニが行われている。フライングジルダーズが活躍した時代は、まだエプソムダービーやジョッキークラブも設立されておらず、サラブレッドという言葉も定着していなかった。フライングジルダーズ自身競争用に使われる前は、郵便物を運んでいたという話も残っているように、当時は競争目的のみにサラブレッドが生産されていたわけではないことがわかる。決闘的には、 本場の父はダーレーアラビアンで、母方もメス祖が珍しいアラブ系、輸入繁殖品場である、フェアファックスバルブメア、六号族の祖、1610年、頃に輸入されたバルブ種、であることに代表されるように、すべてアラブ種やターク種、バルブ種で占められており、アラブ馬の特徴を色濃く残している。体高も五点二ハンド、約十四点四センチメートルと現在の馬に、 比べれば一回り小さかった。記録では1721年から1723年の3年間に8競争、うち3戦は相手機嫌に出走し、すべて圧勝した。1721年4月26日にニューマーケットで行われたスピードウェルトの500ギニーをかけたマリッテースが最初の競争だが、この競争で非常な強さを発揮した。 フライングチルダーズ相手に賭け勝負を挑む者はいなくなり、以後は多くが無賞金のテストマッチである。同じ年に行われたアルマンザ及びブラウンベキとのテストマッチは詳細に記録されており、ニューマーケットの周回コース3マイル6ハロン93ヤード約6120メートルで行われた層は2マイル付近から相手を離し始め、最終的に6分に40秒で大差勝ちしたとある。 しかもフライングチルダーズは9ストーム2ポンド、約58キログラム、他の2頭は8ストーム2ポンド、52キログラムという、ハンデ差だったという。1722年には、競合フォックスを相手に400メートル、4分の1マイル、もの大差をつけて圧勝。また、相手不明だが4マイル1ハロン138ヤード、約6765メートルの、 テストマッチを行い7分30秒で走破した。10月22日には、チャンターを相手にした千ギニーのマッチレース、6マイルウーバーで再び勝った。この後2つの競争が予定されていたが、共に相手が棄権している。他に、伝説的な話ではあるが1マイル、約1608メートルを1分。 現在の世界レコード1分30秒7で走破した話も残っている。時速に直すと約時速 96km という考えられない数字となる。そもそも 6120m の距離を6分40秒、6765m を7分30秒で走ったというのもかなり怪しい。しかしながらタイムなどはいい加減だったとしても当時の人たちにそれほどまで強い。 印象を与えたということだろう。実際、かなり遅くまでこの時計は事実だと信じられていた。引退後は、バシュのデボンシャー公爵の下で強要された。後輩相手には恵まれなかったと言われるが、それでもブラックレグズ、ブレイズなどの3区を排出した。後世の集計によれば、1730、1736年のイギリスリーディングサイヤーを獲得したとのことである。 その後、スニップのサンクスナップが、種ボバとして成功したが、子孫は、エクリプスと、同世代で十三戦腐敗のゴールドファインダーを、最後の名馬として、サラブレッドとしては滅亡した。サラブレッドとして滅んだものの、フライングジルダーズの不系子孫は、スタンダードブレッドや、アメリカンサドルブレッドにおいて強制である。これは1788年に、 アメリカに輸出されたメッセンジャーの産区であるモンブリのツ2という馬が強く関わっており、以下のように不敬が受け継がれている。特に、スタンダードブレッドでは、占有率はほぼ100%に近く、アメリカンサドルブレッドでも40%程度のシェアがある。なお、Y 染色体の系統解析により、これらの馬の不敬子孫は、Y 染色体、MSY に、 共通の SNP を持っていることが判明している。これは、フライング・ジルダーズからマンブリノ2のいずれかの段階新たに獲得したと考えられ、少なくともマンブリノ2が生まれた1806年以降の不敬血統が正しいことを立証する。また、ダーレ・アラビアン系特有の SNP を保有する。一方、エクリプス、ホエール・ボーンのいずれかで発生したインデルを持たない。 これらの結果は残されている血統書と矛盾しない。祖祖母がスパンカーメアという定説に対しママデュークウィビックの貧馬という説もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。